こんにちは、トリカラチャンネルです。真冬なのにカブトエビ。2023年冬、真冬のカブトエビ飼育始めます。始めちゃいますか。本当は1月の中旬から始めようと思っていたのですが、いろいろと仕事が立て込んでしまっておりまして。あと別チャンネルの動画制作とかでも時間かけちゃってたよね。そんなこんなで予定より遅くなってしまいましたが、カブトエビ飼育2023年冬開始です。イエーイ。それでは早速準備していきましょう。まずは何からするのかな。この水槽はちょっとの水草と巻貝がいる状態で、オートヒーターにて水温を28度くらいにしています。エアポンプの力で底面フィルターを稼働させていますね。水槽内にくまなく水が循環するスタイル。水温にムラができないように循環させます。飼育水はもちろんイロハス天然水。このセレクトはもはや鉄板。エビ伝説水槽を打ち込みましょうか。その前に水槽の水減らさないとダメですね。減らしましょう。エビ伝説水槽を準備しまして、イロハス天然水を入れます。とりあえずこんなもんで。それでは水槽飲水槽しちゃいましょう。水草邪魔。水槽投入。このままだと不安定ですな。飼育水を追加です。これで安定しました。これで丸一日寝かせます。水温が安定しましたら卵の投入です。飼育水槽外側の水が濁ってますが、しばらくすれば澄んでくると思います。なんだか緊張してきました。これから長い戦いが始まりますからね。そう、長くて厳しい戦いがですね。気合い入れていくぜ。ご視聴ありがとうございました。また明日ね。